あの先に言っとくんですけど今は聞こえてますこちら今は聞こえてます、うん、で今でもちょっとおかしいんですけどあのね昨日の夜というか、まあ、夕方というか6時頃にね散歩してたんですよ家の近くをね散歩しててでまあ7時頃になったしねそろそろもう日も暮れてくるからそうそう帰ろうかなと思って歩いてたら急に右の耳がこ,この耳がねなんかそのなんていうかなあの飛行機とか乗った時にね気圧がこう。 特にあの着陸する前にめっちゃこうヒューンってこう高度下げるときにねその気圧がこうね急に変わってキーンみたいなでずっとこうなんかこうちょっと耳栓ちょっとしてるような感じになったりするときってあるじゃないですかあとあのプールとかで泳いでてこう水のあの耳,の耳の中に水が入ってねでなんかこうずっと聞,聞こえにくいみたいなそういうことってあるでしょあの感じになったんですよ右耳の耳右の耳だけで最初ねおの何そう 急にグワーってなったんですけど、なって、まあ、1分とか30秒か分かんない。最初のほんと30秒か1分ぐらいは、もうほんとに聞こえないような感じでね、ブワーってなって、うん、で、えぇ、ー、みたいな。え、ちょちょちょ、ちょ、ちょっと待って、みたいな。でね、その時にあの、僕昔ね、友達かな、誰かにね、あの、耳の、耳の異変 耳が急に聞こえなくなったとかね。なんかこう、まあ、あとその、ライブとか、今はまあね、このご時世でライブとかないですけど、こう,う大きな音をね、ドンチン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 、まあまあ、そういうね、あの、なんか大きな爆音聞,聞きまくった、なんか、聞きまくる2時間聞きまくる2時間 <laughs> まあそういうのの後とかでね、時々キーンってなって、そのままずっともう気になったままみたいな、そういうことってあるじゃないですか。ね、あとあの、

可能性が高いっていうのを聞いたんですよね。だから、皆さん、あの、これ聞いてる方の中でね、さっり知らないを言でしょう。皆さん、あの、はい、この動画見てよかったですね。あの、これから先ね、人生ある、長いと思うんですけどね。あの、耳で何かおかしい、急に聞こえないとか、急に耳の中がギーンってするとか、そういうことがあったら、もう他の、他その後ね、何かやることっていろいろ決まってるね、明日があの仕事行かなきゃいけない、学校に行かなきゃいけない、いろいろあると思うんですけど、それ全部キャンセルして、もうすぐ病院に行ってください。うん。 で、あの、その方がいいらしいです。でね、どうすかもそれを知ってたからね。あの、すぐ行ったんですよ。うん。昨日の夜、でも、も夜はさすがにもう空いてないじゃないですか。まあ、どっか、まあ、そのさ、そ,らその時も、それ本気出せばどっか大きな病院行ったら痩せたかもしれないけど、とりあえず、まあ、あの、とりあえずその次の日の朝、もしは寝たら治るかもしれないって思ったからね。まあ、それまま良くないと思うんですけど、寝たんですよ。寝て、で、起きても、今日の朝起きてもね、 同じだったんですいやや、ましになってるような気もしたけど、まあ、なんかわかんないけどね、朝起きても一緒だったんですよ。で、今もそうなんですよね。あの、うーんー、その、さっき言ったような気圧の変化で気になってる、その感じですよね。なんかちょっとこう、爪、耳に、耳のとこに詰め物ちょ、ちょっとしてる感じ。ただ聞こえるんですけどね。だから、あの、ま、もし一生このままだったとしても、一応ま、生活に支障はないです。うん。支障はないけど、まあ、嫌ですよね。ずーっとなんか、 なんか詰まってる感じ。うん。ね、なんかまあ、できれば治ってほしいじゃないですか。ね。で、まあ、でね、で、今日、朝ね、起きて。で、まあ、こんなね、あの、すぐ行った方がいいとか言いながら、今日もね、10時55分とかに起きたんですけどね <laughs>。起きて、で、あのー、まあ、あの、パパーに聞いたんですよ。 この辺ってあの、まあ、このドスタ屋ね、ドスコイーンが住んでる、こう、近畿地方、ドスタ屋なんですけどね。ドスタ屋って、あの、耳のお医者さんあるのって、まあ、普通あるんですけど、まあ、で、あるってことで、ね、で、土曜日なんですけどね。土曜日は、え、でも、だ、土曜日空いてるかなって言って。でね、見てみたら、一1時まで空いてる。 まあ,あのジビッカジビッカですすよよねねがああったんですよ、ね、であのその時11時でしょでごはんまたいつもバナナ生クリーム食べてるんですけどね、うん、でああのあ11時で1時かじゃああと2時間あるから一応バナナ生クリーム急いっそ食べたら間に合うなってことでね、うん、バナナバナナ生クリーム急いっそ食べてね、うん、であのもうあの今日はあのパパがね冷凍のあの クリーミーなんとかスパゲッティね。レートのやつチンしてくれたんですけどね。まあそれもあわー食べてね。でも歯も磨かずにもうちょっと早く行った方がいいみたいなね。1時まで、1時に閉店、閉店じゃない。まあ終わりだとしても、もしかしたらラストオーダー、ラストオーダーっていうのかわかんないけど、それが12時までとか12時半までとかあるかもしれないでしょ。まあだからもう急いで食べてね。急いで行きました。もう耳があんま聞こえないまま。うーって言ってね。で行ったんですけどね。でそのね、あの、時備陰効果でね。まずあのやったのがね、こう、 鼓膜がちゃんと作動してるかみたいな、なんか圧力みたいなのキュイーンってかけてね。で、あの鼓膜がちゃんと反応するかみたいな,なんか、なんかそういうの調べる機会があるんですよね。それで調べて、それ正常だったんですよ。正常。でね、その次は、あの、あの、音聞くまあ、あの、聴力テストみたいな、それやっ,たやったらね、やっぱり右の聴力がやっぱ落ちてるって言って。うん。 そう、だって、だって、なんか、音鳴ってるもん、なんか、キーンって。で、なんか、おかしいもん。うん。でね、まあ、右はわかるんですけど、左も、ちょ、ちょっと変ですね、みたいな。<laughs> あの、ちょっとなんか、あの、聴力、普通の人に比べて、ちょっと低いですね、みたいな感じでね。<laughs> なんてなのそれああ、ま、あれって言って。まあ、々のもの、まあ、やっぱりドスコインの、どすこいに頭だけじゃなくて、耳もおかしいんだと思うんですよね。まあまあ、それですけどね。でね、あのー、そう、ネットで調べた時にねあ、片耳だけ急に聞こえなくなるって言ったら、 皆さんあの,あの病名も思,思い浮かびますよね。あの何やった突発性聴力何突発性難聴かなんかあるでしょそう。ね。それかと思ったんですよ。ね。で、ああ、突発性なっじゃやっぱストレスかなとかね、思ったんですけどね。あの、さらに右のね、 蝶力下がってるんですけど、あの突発性難聴だったらもっと下がるらしいんですよね。一応ドスコイはあの右のね、蝶力低いくく、やっぱ落ちてるんですけど、あの、まだね、一応その生活に支障がないレベルで落ちてる。だから、あの、まあ、健常者のレベルではあるらしいんですよね。健常者というか病気じゃないレベルではある。そのもギリギリ、ギリギリ、あの、まあ、病気じゃないレベルぐらいまで落ちてるらしいんですよね。 うん、だから、あの、突発性難聴じゃないらしいんですよ。じゃ、でも逆に、え、じゃあ、じゃあ、な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 ,なんなんのってなるでしょ、うん、で、じゃあ、じゃあ一体僕な、なんなんですかって、あの、この謎の、この耳栓みたいなの何なんですかって言ったら、わからないって言われました。<laughs> なんでしょうね。まあ、もしかしたらストレスなのかな、うん うーんまあね、あのー、ちょっとコロナの話になるんですけど、そのね、2日前までドスコイ、2日前ってその、えっとね、コロナ3000人、東京3000人ってなった日あったでしょね。その日はドスコイまだね、機嫌良かったんですよ。最近ね、あの、再生数がまだマシなんですよ。別によくないですよ。よくないけど、まあまあ普通、まあまあ、問題ない感じなんですよね。だから、あのー、まあコロナが3000人だろうが何だろうが、な,なんかそんなに、うん、落ち込んでなかったんですよね。なんですけど、 なんかね、まあ、これツイッター見てるのが悪いんですけどね。うん、やっぱ、やっぱり今ね、やっぱツイッター見ちゃいますよ。あの、減らさ、減らした方がいいと思ってるんですけどね。やっぱりその、こ,この先は不安じゃないですか。ね。だからあの、ツイッター見るんですけど、見ると、どうやら、どうすかわかんないですよ。わかんないけどね。あのー、 ね。感染者数多くても重症者数が少なかったら問題ないんだってよく言うやつあるじゃないですか。ね。それがどうやらそれはそうじゃないっぽい。わかんない。もう、どうすかわかんないけど、特に医療従事者から言わせると、病院とかに、ね、ものすごく詳しい人から、病院に働いてる人とかね、詳しい人から言わせると、あの、重症者数が少ないからイコール問題ないってことはないらしいです。まあ、ちょっと詳しくわかんない。も、ま、う、あ、ちょっと皆さん自分で調べてください。っていうのを見てると、 えー、みたいな。え、じゃあワクチンしてもダメなのみたいなのがね。それまあ、その、不安ですよね。うん。ちょ絶望感っていうのがやっぱり頭の中にこの2日間ぐらいあったんですよ。で、あの、この後撮影とかどうしようみたいな。一応ワクチン打ったからね。あの、もうだいぶね、あの、その感染対策しつつ、まあ、その、ね。まあ、あの、なんていうの あの、感染者数が少ない地域に、まあ、ちょっと撮影しに行こうかなとかって一応思ってたんですけど、それもね、あの、ワクチンしてるとはいえね、行く気しないんですよ、やっぱり。ね。あの、仕事だから行かなきゃいけないっていう面あるんですけどね。やっぱりこんな中ね、仕事とはいえ旅行する気しないんですよね。うん、とかね、まあいろいろ考えたらなんか、うってなって、なってはいたんですよ。いたんですけどね、そんなあの、 もう耳がおかしくなるぐらいね、ストレス、うーっ,っーとかいう状況ではなかったんですよね。うん、だから多分その、積もり積もったものなのかなもしかしたらね、この1年、1年半以上ずっとね、もうね、コロナやばい、旅行行っていい、コロナやばい、旅行行っていい、これを繰り返しでしょで、またじゃないですか。ね、また今回、またコロナ、あの、ワクチン、ワクチンちょっと、何、あの、何、普及してきたけど、でもやばい、みたいな感じでしょだから もうまたみたいなので、多分、もしかしたらそれは溜まってんのかもしれないですね。うん、まあまあ、とにかく、あでね、あで、その、まあ、謎ですが、ですが、あの薬はもらったんですよね。一応、その、まあ、まあ、そこの、なんか、もしかし血液、血液の量が、なんか、循環が悪くなってるのかもしれないとかね。あと、なんかこう、まあ、 な,なんか神、自律神経なんかわかんないけど、まあ、とりあえずね、こ、この耳の動きを少しでも良くする薬をもらいました。うん。で、それ、あの、食後に、あの、飲んでくださいっていう薬なので、それ、あの、この後、この後っていうか、5時にご飯食べた後に飲むと思います。うん。でね、まあ、でね、その耳が元気なんです皆さん今見てわかるでしょ髪の毛なんかあれですけど荒れてますけどね。あの、元気なんですよね。で生配信とか多分、まあ、全然すると思うんですけど、 まあちょっとね、旅系ユーチューバーとしての活動をち,ちょっとやっぱり弱めるかどうしようかな。ちょっと分かんない。ブロ o g 撮るかちょっと分かんないわ、もう。<laughs> うん。で、まあそのね、大阪も感染者数増えてるんですけど、ドスコイは、あのまあ関西のど、どこかに住んでるって,って言ってるんですけど、大阪とも言ってないんですけど、少なくとも大阪の、大阪市内のものすごくその感染者数が多いエリアには少なくとも住んでないです。<laughs> うん。っていうのを一応言っときます。一応ね。 うん。で、ワクチンは2回接種してます。うん。だからといって、別に自由にね、あの、旅行をしたりとかも歩き回ってもいいってわけじゃないけども、まあ一応その、これ以上ね感染対策はまあしてますよね。一応ワクチン2回打ってるんですからね。うん。っていう、だからまあ一応、やっぱ仕事なのでね、ある程度の活動をさせ,させてほしいっていうことですよね。うん。なんかスーツさんがね、あの、たあの、鉄道系 YouTuber のもうナンバーワンのね、神、神と呼ばれるスーツさんが、スーツさんがね、あの、なんかね、 撮影を外注するっていうのをツイッターで昨日言っててね。あーって思う。だからその外注して撮ってもらったデータにスーツさんが多分あの、ナレーション入れるんだと思うんですけどね。うん。<laughs> ま、あどっそかちょっとそれはさすがにちょっとできないですけど、そ、そんな資金力もないのでね。あれですがあーやっぱりでもそれぐらいま。ま、特にスーツさんは東京に住んでるからだと思うんですけど、うーん。でもそれぐらいきついよなーって言って。で、そうさっきも言ったんですけど、ツイッターを見,見る限りやっぱり、やっぱり、うん、ダメだと。うん。 あの、ワクチン、もう本当に全員がして、初めて、まあ、普通のインフルエンザレベルになると、コロナはね。うん。でも、全員がすることできないじゃないですか。ね。もう単純にしたくないっていう人もいるし、それは自由だと思うし、あと、その、ね、体の、やっぱりそのね、あのね、ねアレルギーとかでできないっていう人もいるでしょ。ね。だから、全員はできないでしょ。っていうことは終わらないじゃないですか。ね。 もう、んなな、もう嫌だ、まあ、いちょっともう訳わからん。まあ、いや、ま,あ、またがこんな話はまた、耳おかしくなりそうだからね。でもしかしたら、どすこよ一生耳このままかもしれません。もうそれでもいいわ。いいわ、もうどすこよ。もういいわ。いいわ。<laughs> もうどすこはもうね、年取ってきたし、37歳だしね。まあ、37年、十七年間ぐらい、まあ、ちゃんとね、耳、音聞いて生活できたから、もういいわ。ああ。もうコロナだし、もうもういいわ。<laughs> <laughs> はい。ってことでねん、さようなら。あ、ちなみに今日7時からあの、動画出ますからね、あ、しかもプレミア公開、皆さんぜひ見てくださいね。しかもすごく自分で言いますけど、面白い動画ですよ。いつもといつもと全く違う動画ですから。んまあ、それは見たら分かります。あの概要欄に載とておきますからね、URL。